ハッピーハロウィン、皆様こんにちは。さあやりますよ。あら、あすごいすごい、私たちも頑張りましょう。頑張りましょう。寒さに負けませんよ。負けませんよ。かしま、本当に寒いですね今日。大丈夫ですか？なんなのかしら、ね、この天気。ジョーさんもう寒くて顔色悪くなって。今日はハーデスちゃんがいるわ。でちょっと あなたたち、はい、何やってるの？仕事するわよ。ミュージックスタート。皆さん、本日はようこそディズニーハロウィンの世界へ。今年のハロウィンは私たちヴィランズが主役とか。この世の中、ヴィランズの世界をまだまだご存じない方ばかり、その魅力を知っていただこうと、彼らはディズニーヴィランズのお話の世界より派遣されたリクルーター。皆様をヴィランズの世界へとご招待しますよ。そして私はミス・ヴィーナ。人間の皆様にヴィランズのファッションセンスをご指導しようとやってまいりましたのよ。題して、ディズニーヴィランズワンポイント講座。ヴィランズの世界へ行くということはそれなりのファッションが必要ということ。そのワンポイントをお教えしましょう。そしてミスターポライト、略して MP。 はい、私は今回このワンポイント講座がうまくいくように根回ししているもの、つまりヴィランズの世界のコーディネーター。よっ、ミスターポライト。うん、センキュー。予算オーバーしないようにと、うん、お見せできます。では本題に入りましょう。まずは彼らリクルーターを少々アピールいたしましょう。 MP、はい、よろしくね。かしこまりました。彼らは自らを紹介するとともにその魅力を魅惑的なポーズでアピールいたします。それではご覧いただきましょう。まずは九十八丁出八丁、あの深海の女王アースラの一番の手下、その名もつまりエイトフットのアッチャー。お前声が高いんだよ。だからジャーってなっちゃってジャー。わかったわかった、 ありがとう。あなたのお悩みは何ですか？人間関係、それとも恋のお悩み？俺と契約すればあなたのお望み何でも叶えて差し上げますよ。その代わりお代はいただきます。今日一日がお前らにとって最高に楽した、いや最高に生かした一日になるようにこのポーズを送りたいと思います。はい、皆さん、エイトフットの蝶のポーズ覚えてくださいね、はい、エイトフットのポーズはこのポーズ。今度は皆さん一緒にやってみましょう。いきますよ、3、はい、タコ。はい、どうもありがとう。決まってるわね。どうもお嬢さん、ありがとう。それでは続いてのリクルーターを、続いてはそう、メス・ハーデス。地獄の番人ハーデスがマスター、ちょいとお高く止まったレディー、ミス・ハーデス。こちらの世界にいらっしゃるのはご勝手、私たちは何をするのも自分勝手、人間の言葉で言うと自由、フリー。窮屈な人間関係なんか捨てて、こちらの世界にいらっしゃるのはご勝手。ちょっと今私の番なのにこの辺がざわついてるんだけど。あ、すみません、大丈夫です。しっかり、はい、私は知らないわ、ご勝手。はい、それではこちらのポーズを。あー、とっても美しいですね。素晴らしい、ありがとうございます。皆さん、リクルーターのアピールはいかがでしたか？今一度2人のヴィランズリクルーターに大きな拍手を。ありがとうございます。さて皆さん、2人のリクルーターが披露したポーズ覚えておいででしょうか？つまりエイトフットのジョーのポーズがこちら、そしてミス・ハーデスのポーズがこち
こちら。はい、素晴らしい。確かに。ではそこに私のポーズもプラスしてちょうだい。私ミスビーラのポーズは、よっ、もう一度、よっ、ビーラ、よし、ありがとう。さてここからが私の力の見せ所、ディズニーヴィランズワンポイント講座の始まりですよ。それでは最初に皆様の中でリクルーターたちのご招待求人応募したい方はどうするの？手を挙げる。わかってるわね、皆さん素晴らしいわ。ではこの応募者の中から私の講座のモデルになっていただきましょう。それでは先ほど覚えた3つのポーズを使って皆様と一緒に簡単なゲームをいたしましょう。さあやりますよ。やることはとっても簡単。じゃんけんの要領で3つのポーズの中から私と同じポーズを取った方が勝ち。お手本やってみましょう。このようにやりますよ。せーの、最初はヴィランズ、邪悪なヴィランズ。最初はヴィランズでこのポーズ、2回目のヴィランズで3つのポーズの中の1つ、それが私と同じであればあなた方は勝ち残るというものですね。今度は皆さんで一緒に練習をしてみましょう。いきますよ、さん、はい。最初はヴィランズ、邪悪なヴィランズ。私は8フットのジョーのポーズをしてますね。このポーズの方が勝ち残るということです。でも一度違ったポーズを取ったとしても大丈夫。諦めないで何度もトライしてみてね。そう、諦めないで。そうよ。さあ早速本番やってみましょう。何回かいきますよ。せーの、最初はヴィランズ、邪悪なヴィランズ。8フットのジョーのポーズでした。皆様いかがかしら。2回目いきますよ。せーの、最初はヴィランズ、うるわしのハーデス、ミスハーデスのポーズでした。はい、 MP 次お願い。はい、それでは今度は私と同じポーズを取ってくださいね。いきますよ。3、はい。最初はヴィランズ、美しいヴィラ、はい。私ミスヴィラのポーズでございます。いいこと言うわ。立ち上げといてよかった。どんどんいきますよ。3、はい。最初はヴィランズ、ヌルヌルジョー、はい。エイトフットのジョーさんのポーズでございます。ジョーさん、あ、お願いいたします。あ、俺か。はい、よし、行くぞお前ら。今どんぐらい残ってんだ。いらっしゃる。残っていやがるな。俺が一網打尽にしてやる。お願いします。俺とお前たちの本気の勝負だぞ。お前らが一番イメージに残っているポーズをしてみろ。行くぞ。最初はヴィランズ、あえてミスタープライ。ちょっと待って、一問打尽にしてやった。いやお見事でございますよ。それはね、どうした、分かる人いたらすごいわ。あ、そうか、じゃあ一回真面目にやるか。いくか。いいわ、交代しましょう。交代しましょう。ああですか。皆さん全員復活、感謝復活戦を皆さんやりましょう。はい、皆さんいきますよ。頼むぞ。ちょっと邪魔、あ、私はね、邪魔をしないで。今日はね、私のアピールもね、邪魔されたの、あの辺がざわついたの。あ、ごめんね、ハーデスちゃん、機嫌直してちょうだい。頼むわよ、本当に。さあ、やりましょう。よろしくお願いします。行くわよ。最初はヴィランズ、美しい私。はい、そう。美しい私、なんか聞いたことあるような。そうですね。はいはいはい。ミスハーデスのポーズですよ。誰かさんのポーズをやっちゃダメよ、皆さん。ね、あ、どうしましょう、いっぱいいらっしゃるわね。あら、MP、おしゃれなお嬢様がね、いるのよね、ここに。行ってみる、行ってみよっか。じゃあ、こちらのお嬢様をご案内しましょう。気をつけてね、ダンサー。足元はね、段差高いぐらいでございます。はい、皆さん、私のワンポイント講座にぴったりのお嬢様見つけましたよ。どうさんですか、お願いします。誰を抱っこしてるのかしら、かわいいわね。さあ、どうぞ、真ん中にどうぞ。あら、かわいらしいお嬢様ね。まさにぴったりの獲物、ぴったりのお方。この雰囲気、このお顔、そしてこの香り、まさにあと一歩のところでヴィランズ。お名前をお伺いしましょう。 MP、 失礼します、お名前は。アンジュです。アンジュ
様、アンジュ様、ヴィランズアンジュ様とお呼びしましょう。早速ですが、今のヴィランズアンジュ様のファッションチェックさせていただきます。リクルーターの2人はどう思う？ああ、そうだな、小さい。ファッションファッション、今お前なんかちょっと出たな。出た出た、大丈夫？うるさいわね。マリだ。ファッションな、あ、全体的にトランプの柄で仕上げてやるから、あいつがいたらよかったんだけどな。ないのよ、かわいいよ。そんなことない？そんなことないの。どうもありがとう ね、本当にね、お姉に子供に気を使わせてんのよ。本当でございますよ、スカーちゃん。スカーちゃん、あ、そうなの。まあ、どっちにしろね、いなくてごめんなさい。そうだ、悪かったな。はい、じゃあハレスちゃんどうぞ。スカーちゃん発言は置いといて。もう可愛いわ、もう全部可愛い。どこ突っ込んだらいいかわからない。確かに、確かに。でも本当におしゃれさんよね。ね、こんなちっちゃいのにちょっと革ジャンでちょっと決めちゃって。そうでございます、ね。でもなんかフェミニンでとっても可愛らしいわ。人間としては最高のファッションと言えるでしょう。ここに私のワンポイントをプラスさせていただきます。ちょっとだけね。お願いいたします、ね。ちょっとだけ。ちょっとだけね。本当におしゃれさんですね。おしゃれ好き？そうでもないか。そうでもないか。じゃあね、どうしよっかな。わかった、はい。ルビーつけましょう。ここにちょっと、ここのハート全部ルビーにしましょうか。こことここにありますね。いいですね。どこのクマちゃんもおしゃれしちゃいましょう。ここにもルビーつけちゃいましょうか。お花もルビーにするなんてどう？あとここもルビーにするなんて、もうルビー祭りよ。はい、あとはね、あ、こちらもほらキラキラつけちゃいましょうよ。全部つけちゃいましょう。ルビーラ、ルビーラ。予算オーバーでございます。え、嘘もう。はい。あらー。すいません、予算ないんで。あ、ちょっと。はい、大人の話はやめて、やめてください。はい、あ、もう、ケチくさいわね。あ、わかった、はい、MP、あれを、あれ、あれがあれじゃない。あー、あれでございますか。あれ使いますよ。わかりました、あれも待っててね。ちょっと待っててね、あれが何ね、これ。何、二人、お二人さん大丈夫ですか。大丈夫、フラ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 します。大丈夫、じゃあ、ね、はい、どうぞ。こちらのお嬢様にね、皆様ご覧になってください、はい、こちらのミス・ハーです。エイトフットのファッションアイテム、あ、ミランズアンジュ様はね、はい、どっちがいいかしらね。どっちも可愛いわね。うー、傘持てそう？持てるかな。これは私が持ちますか。これどうしようか、ちょっと一瞬預かりますね。じゃあこっちにしようかな。ちょっと、ね、赤と青だと対照的すぎるかもしれない。持ってて、私、あ、ほら、ちょっとマイルドにマッチしているわ。ハーデスちゃん、ごめんごめんごめん。どうですか、はあ、かわいいわね。皆様ご覧になってください。こちらのエイトフットのマスターヴィランズアースラ的ファッションがヴィランズアンジュ様はぴったりね。この傘を持つだけでヴィランズそのものハロウィンの主役となられました。拍手、素晴らしいわ。ではこれを記念して、せっかくだからお写真撮りましょう。そうですね。ではヴィランズアンジュ様、お連れの方いらっしゃいますか。どちらにいらっしゃいますかね、お連れの方。あ、そちらでございますね。では我々少々こちらの方に向きまして、この辺りで大丈夫でございましょうか。いいですか、大きな声で明るい笑顔でハッピービューラーでいきますよ。よろしいでしょうか。はい、いきますよ。3、はい、ハッピービューラー。はい、バッチリ撮られたようでございます、ね。はい、よかったわ。ありがとうございます。じゃあもう一度真ん中に戻りましょうか。はい。ところでヴィランズアンジュ様、このワンポイント講座であなたのヴィランズファッションは完璧。これでいつヴィランズの世界へのご招待を受けても大丈夫ということで、もし私がこのね、このこれと一緒にこれ、ね、これね、ヴィランズの世界に一緒に行こうって言ったらどうするかな。さあどうでしょう。現世に別れを告げて、ご家族、ご友人、その他もろもろいろんな人に別れを告げてバイバイってしてね、ヴィランズの世界に一緒に行く覚悟があるのかしらね、このお嬢様。イエスかノーでお答えください。イエス、イエスでいいのかな、いいのかな。あ、ご家族の方、さよなら。よ、しょうがない、しょうがないわよ、ご本人のご意思だもの。でもね、このご招待一つだけ条件があるからよく聞きましょう。それは
666年後、ハロウィン最後、10月31日夜12時ぴったりに、あの恐ろしきタワーオブテラーの頂上に来ること。理解してるかわからないからお母様後で説明お願いね。はい、ね、じゃあ666年後ですよ。忘れないようにね、お待ちしてますよ。皆さん、ヴィランズアンジュ様の勇気に大きな拍手を。どうもありがとう。じゃあ傘一回お預かりしましょう、ね、じゃあこちらの方から気をつけてね、足元お気をつけくださいね。大丈夫ですか、この階段急がなくて大丈夫ですよ。急がないでね、ゆっくり、はい、よいしょ、ゆっくり、よいしょ、よいしょ、よかったわ。さあ、あと皆さん、今回はご招待にお一人確保できました。よかったまあ結論の話にはなりますが、これでミスター VV の耳を開かせると思うと、はあ、嬉しい。本当にお嬢様に感謝しなきゃ。ミスディーラさん申すならば、はい、鼻を開かせてございますし、ミスター VV ではなくミスター V でございますよ。何やってるんですか、お二人さん。キレがいいわね、もうやめてよ。はい、もうどっちでもいいじゃない。それではこれにてディズニーヴィランズワンポイント講座終了させていただきます。美しくも怪しげなハロウィンの季節、皆様にもハロウィンチックな幸せが訪れますよ。では今回の受講料は MP にお支払いをお一人様100万ビラでよろしくね。あ、いやいや、今回結構でございますよ。はい、結構でございます。おやめください。それでは最後にこの言葉を、ハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズと一緒に叫んでお別れいたしましょう。それでは皆さん、またいつかどこでお会いいたしましょう。大きな声でお願いいたします。さあ、はい、ハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズ、皆様どうもありがとう。またお会いしましょう。さあ、2人ともご挨拶して帰りましょう。さあ、行きますよ。ハッピーハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、素敵な一日を、ハッピーハロウィン、おめでとうございました。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、またお会いいたしましょう。ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、素敵な一日を、すごい、すごい、ハッピーハロウィン、素敵な一日を、ハッピーハロウィン、待ってるからね。ハッピーハロウィン。